直したほうがいい。あのかなり前ですけど、うん、あのお誕生日おめでとうございました。あともう本当にいつもありがとうございます。嬉しい、ありがとう。めっちゃ綺麗なバラ、ありがとう。見て見て見て、めちゃくちゃキラ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 、ありがとうございます。喜んでもらって嬉しいです。ありがとうございます。ありがとう。ただいま日本革新興協議会さんのもと、書き業界では花送りプロジェクト遅れてごめんを提案させていただいております。誕生日や結婚や出産、そういった大きなお祝い事から友人や家族、恋人との何かと忘れがちな小さな記念日まで、遅れてごめんね、でもいつもありがとうっていう気持ちを今からでもお花に乗せてお祝いのサプライズをしてみませんかっていうプロジェクトです。明日の3月23日にはこちらお笑いトリオの花子さんとコラボレーションをされたプロモーションビデオの方も公開されます。詳しくは日本革新興協議会さんの遅れてごめん特設ホームページの方をご覧ください。先輩大好きです。ありがとう。